こんにちは。8月25日火曜日、FM ルマ情報局のお時間です。さあ、本日情報局はゲストコーナーをお届けしてまいります。本日スタジオにお招きしていますのは、まず自己紹介を自らのお声でリスナーの皆様にお願いします。どうぞ。はい、ただいまご紹介に預かりました、大城書店、外商部の大城と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。はい、この今のコーナーでプレゼントもありますので、はい、皆さんお聞き逃しなくということで、はいはい、今日なんですが、大城書店といいますと、はい、本当あのこうウェブからするともう身近な、はい、ありがとうございます。 あっちですよね、マックスバリューの向かいですよね。はい、私もそこの、はい、本屋さんになっております。はい、であの大城書店さんの大城さんを、はい、あのお招きしたということなんですが、はい、今日はあのどんなお知らせがあっていらっしゃったんですか。はい、こちらですね、あの昨日の方あの行われた、はい、あのイベントといいますか、あの発表がございまして、はい、第2回この沖縄本がすごいというものが、発表されました。はいはい、でこちらが、去年第1回の方行われまして、どういったあの内容かと申し上げますと、はい、この県内の、本屋さん、だいたい40社以上あるんですが、そちらにご協力をいただきまして、この沖縄の、出版社さんで、あの沖縄の、作家さんで、まあ、過去、出版された、沖縄の良質な本で、はい、またタイムリーなものっていう、この中で、どれがいいかなって選んで、選ばれた一冊を、各、沖縄県内の本屋さんで集中的に販売しようという、企画になっております。へー、はい、この企画は去年からスタートしてということ で、 そうですね、はい、この企画というのはなぜこう立ち上がったんですか。そうですね、あのこの企画自体が、この沖縄には、もともとあの沖縄書店大賞だったりあのいろいろありはするんですが、どうしてもあの題材が沖縄というだけで、あの作家先生が、県外の方であったり、あの出版社さんが県外 の、はい、あの大手さんだったりすることが多く、はい、であのやっぱりどうしてもこの沖縄県の、素晴らしい出版社さんだったり、あの書籍というものがいっぱい、まあ、埋もれてるって言ったらあれなんですけれども、はい、今一度スポット当てていきたいなという思いもあります。であとはやっぱり今、まあ、こういう時代ですし、電子書籍だったり、まあ、インターネットの普及でなかなかこう本を手に取っていただくという機会が少なくなっているんじゃないかなと思いまして、こういった形で、はい、あの本屋さんでこうピックアップして、こうなんていうんですかね、これがすごいおすすめですよって押して、あの押してもう各本屋さんでやっていただければ、まあ、またあの本屋さんに足を運んでいただくあのきっかけになるかなと思って、あのまたこちらの方開催しております。はいはい、やっぱりこのご時世というんですか、はい、まあ動画だったり SNS だったりとか、はい、そういうので、はい、エンターテインメント的な皆さんが楽しむものっていうのがいろいろ多岐にわたってますもんね。はいはい、もうその中で、はいはい、本というのもやっぱ電子書籍とかで、はい、あの購入される方も結構手軽なのでっていうことで増えてるとは思うんですけど、はいはいはい、でも私電子書籍利用してて分かりますけど、はい、ある程度の年代に行くと、はい、電子書籍の文字が見えなくなってくる、はい、あ、まあ、よく聞く話ではありません、ね、ちょっと目がしょぼしょぼしたりとか、はい、でも本当にそうなんですよ、多分若い方でも、はい、あの書籍、電子書籍の方を利用されてる方っていうの意外と目にダメージがあったりとかして、そうですね、なかなか長時間は見れないね、はい、なんていう方もいらっしゃると思うんですが、はいはい、ただただやっぱりそのシェアは大きいですもんね。はい、おかげさまで、はい、ただ、こちら去年、行われて、去年が大体、まあ、沖縄県内40店舗ぐらい本屋さんがあって、去年が参加いただいたのが31店舗、はい、だったんですが、今年が、また、この書籍を先行して各本屋さんにお願いしていったら、今年は40店舗あの開催していただくことになりましたので、この選ばれた本が、はい、40店舗もうほぼほぼ沖縄県内すべての本屋さんで並ぶ形になりますので、はいはい、これは並ぶとしたらやはりなんか本屋さんというと特設コーナーのようなものが作ったりされるじゃないですか。はい、そういった形で、この激推し一冊、はい、この沖縄本がすごいということで塗る、はい、あのコーナーができてるということですね。そうですね、はい、もうあの本屋さんの中で一番目立つところに置いてくださいってもうお願いをしておりますので、はい、もう入ったらすぐ目立つところに掲載されてるんじゃないかなと、そういった形でこうフィアをすることによって、はいはい、なんか皆さんにおすすめの本、はい、特にも県内、そうですね、県内の出版社、はい、そして県内の著者、はい、でこのご時世にあった、この時期というかテーマにあったものっていう感じで、はいはいはい、選んでいらっしゃるということなんですね。はい、そこで選ばれた本が、はいはい、こう書店に並ぶということで、はい、で
それでは早速その本をご紹介、はい、今年今年度の激推しの一冊、この沖縄本がすごいに選ばれた本が、はい、どの本なんでしょうか。はい、それがこちらです。絵で見るウバン365日というものが、今年は選ばれました。はい、はい、絵で見るウバン、はい、これがもう非常にいい本でして、はいはい、まあ、来週から旧本も始まりますし、そうですね、はい、タイムリーですね、はい、もうだいぶぴったりかなと思いまして、はいはい、こちらの方が、内容が、まあ、365日、沖縄さまざまなこの風習だったり、はい、うがみ事があるんですが、ね、それが、はい、絵で非常に分かりやすく掲載されていて、はい、例えばこの仏壇の並びだったり、うん、重箱の、はい、この並びとか、もうそのまんま絵を見たまんま、使っていただけると。なるほど、はいはい、またこちらの方がうがみ言葉の方もそのまま載っていて、うん、もうそのまんまそれを唱えていただいても、はい、結構ですし、はい、またこちら、月の初め、毎月、なんていうんですかね、月ごとにこう分かれているんですが、はい、この月の頭に、カレンダーが載っておりまして、はい、これが非常に優秀でして、はい、旧暦と新暦が一緒に並んでいるので、はい、例えば、今日、8月20、今日は5日か、5日だってなったら、こう上見たら旧暦が書かれて、あ、今日七夕だな、じゃあこれをしよう、みたいな形で、またこう素早く、引いてまたその、七夕にあったこのやり方みたいなのも、うん、すぐ検索することもできますので、もう本当にこの中本、はい、この本一つに1年のこの歳時というのが、はい、ウガングトゥが載っているという載っております。はい、すごい便利じゃないですか、はい、とても便利な一冊となっておりますでも本当に絵で見るっていうところと、はい、そうですね、はい、やっぱり、うん、ビジュアルから入るっていうのはとてもとっつきやすいかなと思いますので、はい、今回この第2回目で、はい、この絵で見るのが、はい、こちらは県内のもちろん出版社なんですよね、はい、県内の出版社です、麦社さんという出版社さんで、はい、北中城村だったと思いますが、はい、で家族で経営されている出版社になっております。はい、そうなんですね、はい、でこの著者の方というのはどういった形なんですか。麦社さんが編集されてる、はい、そうですね、はい、この、著者は実際この、麦社さんの先代社長になるんですが、今もお亡くなりになっていて、今その息子さんが引き継がれております。はい、そういったまたなんかこう後ろの背景を聞くとまたこの本見たくなりますね。はいはい、さらに言うと先週子供生まれたばかりなので、はい、じゃあぜひお祝儀代わりにそうですね、はい、もうすごいあやかり者だと思いますので、はいはい、いや本当にお盆前ということで、はい、この本当に実際タイムリーということなんですが、はい、今回のこの第2回の選考はじゃあ、はい、お盆とかそういう沖縄の風習に合う、はい、本を選ぼうかなんていう選定があったんですか。はい、そうですね、まあ、去年、開催したのが6月で、はい、本当は今年も6月開催する予定で、はい、まあ、コロナでちょっと延期になってしまったんですが、そうなんですね、なので、はい、選考自体はもう3月下旬ぐらいから行われておりまして、うん、でその際にこう選考する前に、まあ、軽く雑談の中でこういった、うん、沖縄の風習の話になりまして、はい、で選考員の中でもやっぱり県外出身の方もいらっしゃって、うん、でそこで話していくうちにこう、うん、面白いねってなって、はい、でどういうことかと言いますと、はい、やっぱりこういった、風習ごとっていうのは、うん、今若い人たちはどうしても、興味が薄れつつあって、うん、でなかなか継承が進んでいないよねっていう話もありますし、はい、またこれを、まあ、次世代に残したい、うん、また伝えていきたいっていう思いもあります。はい、でまた先ほども言ったんですが、この県外の方からしてみると、とても摩訶不思議で面白い風習がいっぱいあるみたいで、とても興味深いという話も聞きました。はい、でまたこの県外からの移住者も増えてきてますし、はい、また県外から嫁がれてる方も、うんうんうん、非常に多くいらっしゃいますので、そういった方々に、ね、はい、ぜひ読んでいただきたいなと。泣いちゃう嫁、泣いちゃうムーク、はいはい、もう非常に多いと伺っておりますので、はい、そういった方には楽しんでいただける形で、はい、でも本当に確かに私たちも、はい、母やおばあちゃんがやってたっていうのを見てはいるんだけど、はいはい、それを実際にじゃあ自分がやることになったら、はいはい、大丈夫かなって思う、ね、はい、部分結構あったりとか、はいはい、それで実は私、うん、こういった仏具を置いてらっしゃるお店とかに本があるじゃないですか、はい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 、その本見たことあるんですけど、はいはい、その時、はい、分厚い図鑑みたいな本があったんで、それでうわこれはさすがにって思ったんですけど、はいはいはい、でもやっぱり必要かなと思いながら一家に一冊買うかななんて思ってたんですけど、はいはい
今この本をご紹介していただいたんで、絵で見れるんだったらこっち手がいいですね。もうはい、まあ、手抜きではないんですけれども、うん、本当に見たまんま、はい、使えますのでおすすめです。でもやっぱり言葉、はい、文章って結構難しくて、はい、なんかこう表現で、伝わりづらいところもありますもんね。そうですね、はい、あとはまあ各々、はい、なんていうんですか、地域とかさ、はい、お家によっても違ったりするし、でもそれをこう広げて、はい、こここんなだねあんなだね、はいはいはい、会話もしやすくなりますね。そうですね、はい、うん、もう例えばうがみ言葉も、うん、なんていうんですかね、こううがみごとの走りとしてそれを唱えて、であとはまあ自分の気持ちだったり、まあ、報告だったりいろいろあると思うんですけど、そこでまたつなげていって、こう入りやすいかなという思いもありますので。そうなんですよ、サビウトウとか中夜みたいな、はい、もう本当にもうおばあちゃんたちがやってたものが何言ってんだろうと思ってるのが全てこちらに書かれておりますので、はい、ぜひぜひこの機会に。でも本当にこれって沖縄の出版社だから出せる本ですよね。もう本当におっしゃる通り で、うん、でまたこの沖縄の出版社の中でも家族で、本当に一団結して作られている出版社さんなので、うん、やっぱりこう、全てのこの麦社さんが出されている書籍に共通しているのが、はい、やっぱり家族のあったかさ、うん、沖縄によるすよ、沖縄の家族に寄り添ってるなというのが非常に伝わる、うん、書籍が多いので、今回のその絵で見るうがん365日の方も、うん、そういったものが感じられるかなと思います。ああ、じゃあぜひぜひ記者さんの他のラインナップも見ていただきたいですね、はいはい、関連して掲載していると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。 でもこの方をきっかけに、はい、各書店の皆さんの方に皆さんが足を運んでいただくっていうのがやっぱりこのイベントの狙いですよね。はい、はい、もうおっしゃる通りです、はい、このやっぱりこのご時世本当に、はい、書店離れというのが進んでるのかななんて思うんですけど、はい、そうですね、なかなかもう本を手に取るっていうのが多分機会が少なくなってるかなと思うんですよ、うん、どうしてもインターネット通販で、まあうん、本買う方もインターネット通販で買われてる方も増えてきてると伺っておりますので、うん、ただやっぱりこう本屋さんに行くと思いがけない出会いみたいなのもありますし、そうなんですよ、はい、本当はこれを買いに来たんだけれども、はい、見てたらあれこれ面白そうだなみたいな形で、はい、それが一番いろんな発見があるので、はい、いいですよね。もうこれが、まあ、本屋の醍醐味と言いますか、楽しみと言いますか、はい、そうなんです。今情報型ということでインターネットで情報を調べることはできるんですけど、はいはいはい、自分が知ってる情報からしかそれが派生していかないっていうんですか、はい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 、そういうところがあって、はい、全く意図していないこう、うん、切り口からっていうのっていうのはやっぱり本屋に行った時とか、はい、関連で並んでて、あ、こういうこともあるんだみたいなのが、はいはいはい、うん、手に取ることができるっていう、もう本屋さんって本当に知識の宝庫だなっていうのを、あ、はい、そうおっしゃっていただけると、はい、ありがたいです。感じますよね、はい、でこういった本折々とかにもフェアとかもされてらっしゃいますし、はい、本屋さん、はいはい、で今回のようなこういう多分私たち普通に生活してる中で、はいはい、こういった麦社さんの本を狙い撃ちすることってできないと思うんですよ、はい、そうですね、はい、うん、似たような本はいくつかあるんですけれども、うんうん、やっぱり各出版社さんで、特色が違っていて、やっぱり強み弱みはあるんですけれども、うん、その中でも、まあ、今回は麦社さんに特化してピックアップしたという形になりますので、うんはい、そういった形で本当に本屋さんのスペシャリストの皆さんがこう、はい、選んだ選定した沖縄本というのをまたこうやって紹介してもらえるっていうのもすごい楽しみなことですね、はい、ちょっと本好きとしてはどうしても、はいはい、あ、じゃあ足を本屋にまた運んでみようっていうきっかけになる気がします。はい、もうありがとうございます。はい、はい、でこちらの方がですね、昨日、8月24日なんですが、はい、から、記者発表会がありまして、はい、昨日から開始しております。はい、はい、ですね、はい、で9月の末まで、期間、1ヶ月約、期間を設けておりまして1ヶ月間、はい、各本屋さんで、掲示しておりますので、はいはい、ぜひぜひこの機会に足を運んでいただいて、はい、このもちろんこの、激推しの一冊この沖縄本がすごいということで、はいはい、麦社さんの絵で見るうがん365日が、はいはいはい、展示されフェアとしてこう包まれてはいると思いますけど、はいはい、そこに、はい、プラスされてきっとなんかおすすめその、はいはい、書店独自のおすすめ本みたいなのも一緒に並んだりもしますか。はいはい、そうですね、はい、うん、もうこれは各書店ごとによるとは思うんですが、はい、昨日ちょうど記者会見終わりまして、はい、記者発表会を行ったところが那覇の純久堂さんなんですけれども、はい、で終わった後プラプラ見たらやっぱりこの本と、うん、同じ麦社さんの別のものがこう経営に並んでたり、はい、他の書店さんも、うん、そういった形で関連本という形で紹介して、うん、いたので、はい、なのでこう今これを知って
ハンドブックを買い、あ、ウーガン365日を買いに行ったけど、はい、結局別のものを買っちゃったみたいな方もいらっしゃるかもしれないですし、はい、もしかしたら本屋さん巡りで、はい、本屋さん、この本屋さんはこの本を関連付けとかレイアウトしてる、はいはいはい、あの別の本屋さん行ったら違う目線でまた 本が選定されて、はい、こう、はい、この、エデミルが365日の周りにあるかもしれないっていう、はいはい、この本屋さん独自 この特色みたいなのも出るかもしれないですね。そうですね、はい、うん、またそういった発見があるのも面白いかなと思います。面白いかと思います。ぜひぜひこの機会に本屋さん、はいはい、足を運んでいただきたいと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、いや、 やっぱりもう身近な大城書店さんということで、はい、ありがとうございます。大城書店さん、はい、あの結構フェアとかなんていうか、こう企画いろいろやられてらっしゃいますよね。そうですね、ツイッターとかもやられてるって聞いたんですけど、ツイッターも、はい、あの頑張っております。はい、で、まあ、あの近々の、セアと言いますか、はい、毎週木曜日、文具の日ということで、文具事務用品がすべて 20% オフ、毎週木曜日やっているんですけれども、はい、今回、8月27日木曜日から30日の日曜日まで、4日間、木曜日関係なしで 20% オフ、はい、フェアをやる企画、あ、やる予定をしております、はいはい、なのでこれを機に、まあ、エデミルウガンハンドブック、はい、あ、エデミルウガン365日を買いつつ、はい、まあ、何か文具を手に取っていただければなと思います。はい、夏休みの、この本来だった夏休みだったこの時期なんですけど、はい、子どもたちも結構今、はい、午前授業だったりとか、そうですね、そういうので、はい、せっかくなんでこの夏に、はい、毎年やってたような夏休みの工作とか、はい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 、そういうの結構本いっぱい今の時期いっぱい出てますよね。はい、で、その工作の本だったりグッズとかも 20% オフになります。なります、はい、ということです、はい、あのもちろん文具雑貨なの で、 そうです、ね、あの書籍に完全に入っちゃってるものは多分、ね、はい、対象じゃないと思うんですけど、はい、あの見ていただいて、はいはい、きっと紙粘土とか、はい、絵の具とか、はい、筆とか、はい、そういった文具が安くなってるっていうことですので、はい、そうですね、この機会に、はい、絵で見るウガン365日と、はい、プラス文具、はい、という感じで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ぜひご購入いただきたいと思います。ぜひ、はい、あの大城書店さんに足を運んでいただきたいと思います、はい、もちろんお近くの書店で構わないんですけど、はいはい、大城書店さんにぜひぜひ、もうあまり大きい声ではいないんですかよろしくお願いいたします。はい、ということでここで、はい、大城書店の大城さんよりプレゼントがあるということですね。はい、はいはい、今ご紹介いたしましたこの第2回この沖縄本がすごい、受賞作絵で見るウガン365日、はい、こちらを、お一人の方にプレゼントしたいと思います。そうなんです、プレゼントいただきました。はい、はいはい、こちらの方応募の方はメールファックスアプリからの応募と限らさせていただきます。現物をお預かりいたしますので、はい、FM ルマに問いに来られる方限定とさせていただきますのでご了承ください。はい、メールの方は868@fmuruma.com 868@fmuruma.com、ファックスナンバーが0989654868、アプリの方は FM ウルマとアプリの方、失礼しました、アプリの、ラブとこで検索していただいてダウンロードしていただいて、そこからまた、コメントなどもいろいろ送れるフォーマットがありますので、そこから利用して送ってください。はい、はい、ということで、はい、本日はですね、大城書店の大城さんに、はい、お越しいただきまして、第2回行われました、はい、激推しの一冊この沖縄本がすごい、はい、で、2回目の、受賞作となりま、受賞作というか推し作となりました、はい、絵で見るウガン365日のご本を紹介していただきました。大城さん、はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。